組踊りが重要無形文化財に指定されて50年。この秋、珠玉の名作長君五番を3夜連続上演。中国皇帝の使者をもてなした幻の舞台とともによみがえる。琉球古来のからくり花火も復活。国立劇場沖縄、長君五番とからくり花火、10月14日から3夜連続公演。